彼女は在日の作家さんです。大阪で育って朝鮮学校で、教育を受けて、写真を大阪で学んで、で、今はソウルをベースにしてるんですけれども、だから、生まれて生活しているところで、外国人としているという、そういうその非常に特殊なものですよね。でその次に今度は国籍上の自分自身の国に行ったら、今度は日本人って言われる。その自分自身のじゃあアイデンティティっていうのは日本なのか韓国なのかっていう、そういう問題が常につきまとうんだけれども、その問題自身があることをポジティブに受け取っている。つまりその一人一人を考えれば、国籍じゃないもっと見えない他者性っていうのは一人の中にいっぱいあるわけですよね。そんなに他と同じっていう人がいるわけがない。でも日本にいるとそこがなかなか分かりにくくなってしまう。例えばそのリアルウェディングにしても、日本の披露宴と韓国の披露宴を撮ってるんですけど、あの中に面白いなと思ったのは、自分自身で、創作したその韓国の伝統的なしきたりみたいなのがあるらしいんですよ。で韓国でそれをその上映した時に、その親子みたいな人が来ていて、でこれが伝統的な韓国のそのしきたりなんだよってことをインスクちゃんが創作したのを言ってる。そのくらいその伝統とかなんていうのしきたりみたいなのは揺るぎないものではなく、常にこう変わっていくものだっていうことを非常に自覚的に彼女は制作していると思います。